ダナエと降り注ぐ黄金の雫。ルーブル美術館所蔵。セリーポス島に漂着した、ダナエとペルセウス。ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス作、ダナエ。ダナエは、ギリシア神話に登場するアルゴスの美貌の王女である。長母院を省略してダナエとも表記される。父は、アルゴス王アクリシオスで、母は、ラケダイモンの娘ウユリ,リケあるいはアガニッペイである。 黄金の雨に変身し、天窓から侵入したゼウスに愛されて、英雄ペルセウスを生んだと言われる。神話によると、アルゴス王アクリシオスは美しい娘、ダナエを得たが四次を望んで神託を求めた。結果は、息子は生まれないだろうが何時に、男の孫が生まれる。何時は孫に殺されるだろうというものだった。王は驚いて、娘を聖堂の地下室に閉じ込め、 男が近づかないようにしたのだが、ゼウスがダナエに目をつけ黄金の雨に姿を変えて、関係を持った。やがて月道で、息子、ペルセウスを生んだダナエは、自ら、娘と孫を手にかけるのは忍びないと思った父の手によって箱に閉じ込められて、海に流された。運よく箱は、セリーポス島に漂着し、母子は、漁師のディクティウスに救われて平穏な暮らしを送った。 ところが島の領主でリクティウスの兄のポリュデクテースが、ダナエに横連んして、邪魔な息子、ペルセウスをそそのかし、怪物、メデューサの退治に出向かせた。残されたダナエは、領主から逃れ、リクティウスと共に、神殿の祭壇に身を寄せたが、とうとうじれた領主は、不可侵の掟を破って、神殿を包囲した。しかし、メデューサを退治したペルセウスが舞い戻り、 漁師たちを石に変えて二人を助け出した。その後ダナエは、ペルセウス、アンドロメダーと共に、アルゴスに帰国した。一説によれば父アクリシオスと叔父プロイトスの対立は、プロイトスがダナエを汚したことが原因であり、さらには、ペルセウスの父もプロイトスであるという。ダナエが閉じ込められた場所も、聖堂の塔だとか、石室だと言われることがある。セリーポス島での境遇も、 ポルデクテースの奴隷だったとか、あるいは、ポルデクテースと結婚して、ペルセウスをアテーナー神殿で育てたと言われる。イタリアの伝説ではダナエは、アルデアの創建者とされ、ピールムヌスと結婚して、トゥルヌスの祖父、ダウヌスを産んだとされた。叙情詩人シモーニデースは海を漂う、ダナエとペルセウスを歌った。三大悲劇詩人のうち、アイスキュロスは、サチュロス劇、漁網を弾く。 人々の中でセリーポス島に漂着したダナエとペルセウスを描いた。ソポクレースも悲劇ダナエを作ったほかアンティゴネーの中でダナエの神話を語っている。レンブラント・ファンレインの絵画ダナエ。デニングラード・エルミタージュ美術館所蔵。ダナエは西洋絵画では人気のある主題の一つでヤン・ホッサールットが初めてダナエを描いて以来、コレジオ。 キツヤーノ・ベチェッリオ、レンブラント・ファンレイン、ティントレットなどがダナエを描いている。特にキツヤーノは複数のダナエを制作し、どの作品でも金貨で黄金の雨を表現しており、これ以降キツヤーノに習って金貨を描く画家が多く現れた。近代では、グスタフ・クリムトの描いた作品、ダナエが有名である。ありがとうございます。